尻尾持ち上げるじゃないですか。そうするとここに肛門があるんですけど、ここの両尻尾を持ち上げなきゃいけないけど、持ち上げて両横だいたい時計で言うと4時8時ぐらいかな、そこをギュッとこの人と肛門腺の液ができます。これはまたうんちとは違う別の臭い匂いが出るんですけど、一応溜まってるか溜まってないかねチェックしますね。家の中に飼われてる子はね溜まってやすいんですよ。ごめん痛いね、ごめんなさいごめんなさい。こういう感じ、この匂いとは違います。ちょっと臭いですけど、なんか似てるか、あちょっと違う、もっとこう便臭い、もっと便臭い、うん、もう一回やります。どうしまう、でも全然出したことないですこれ。あ、ない。うちではない。もしかするとペットショップで、ペットショップでシャンプーしてもらった、シャンプーした時に出してもらったことあるかもしれないです。それってどれぐらいのペースで出します？ペットショップみたいな。いや、もうここ何年もしてない。6年出してないから。これはないんで一緒ですね。うん、そうペットショップでシャンプーしてもらうと、やらせてくれる子は、あのトリマーの子は肛門腺出してくれますけどね。そうか、じゃあここ1、2年は出してないんだったら、うん、そこまで溜まってないね。うん、うん、もう1年は出ていってない。それがすごい溜まってるかなと思った。はい、じゃあもう一回ごめんなさい、こちらへ、はい、どうぞ、はい、いません。それからあとブラッシングはどういうブラシ使ってます？さんはシリコンのこんな感じ、猫のやつを使ってて、まあ、あとはそのクシー、もうちょっとこうシリコンで全部できてるやつ。100ミリってどうですかね。あのこれは人間のさ、あのヨットブラシですよ。の携帯用のやつね。これ痛くないから、そこの気持ちがいいから、こういうのを使いながら、それであとはあとそれで気持ちがいいですね。目の細かいやつじゃないと取れないもんね。中の方はその土じゃなくて口じゃなくて、そうそうそう。で串もこうやってやって入らんかったらさ、嫌がります、ね、嫌がりますよね。そしたら縦にしてあげる、はい、縦にしてほぐしてからまたこう垂直にしてそうやって取ってあげてくださいね。昨日ね、どうしても長毛種こうやって軽くやっても取れるじゃないですか。そうそう、これ食べちゃうんだよね、自分やっぱりよく吐く。そうで食べちゃって、その毛が胃とか腸に特にとどまったりすると二酸化炭になって吐きやすいとかね、うん、それからそのそれまあ全部陰に残らずに腸を通っていけば、やっぱり胃とか腸にプレッシャー負担かけますんでね。だからちょっと手の中にこの前はもう意識的にブラッシングをよくしていくということですね。はい、じゃあそれとデンタルケアやってみましょう。まあ多分嫌がると思うんで、まあ、サッと分けてね。この子の口の匂い嗅いだことあります？あります。匂いますね、結構ね。え、お口の中のあの歯周ポケットに油もきがたくさん溜まると歯周病までに寄ってくるんですよ。これもじゃあこちらに、もう一回ごめんなさい、狭いんですけど、はい、もう一回こちらでごめんなさいね、はい、メニューはい、4滴ね、1号1なんですけど、インターフェロン製剤でインターベリーって言うんですけど、4滴で、これが食べていい歯磨きね。で、まあ慣れてないから軽くだけね。で、歯周病になりやすい歯はここ奥歯の外、うん、ちょっと黄色くなってるじゃないですか、うん、ここまでやった方がいいんだけど、その最初からたくさんやると嫌われちゃうから、こんな手にします。じゃあ、あとこの辺のやり方もお話ししたいね。はい、じゃあもう一回カゴをここのテーブルの上にください。で、一回カゴの中に入れます。よし、じゃあこれは使って、よいしょ。
ですね。あそこ拭いてないか。ちょっと拭いて。はい、じゃあちょっと椅子並べて座ってください。それで受付。